あえいかんは俺に輝く。皆さんどうもピーマンドです。栄冠9実況2回目の今回はピーマン高校初めての夏が始まりますね。夏の公式戦をプレイしていきます。1年目の夏、初めての夏、どこまでいけるか期待してくれよな。俺は1年目から甲子園で優勝するっていう気持ちだけ実際どうなるかやってみないと分かんないけどね、気持ちはありますから、ぜひぜひ行きましょうよ。わっ、これアイコン1しかないから、うえー、赤マス踏まないとダメなんかい。これは失敗したな、やっちまったな。悪いこと起こらなければいいけど、夏初日から悪いこと起こるんだぜ。公式戦どうなるか目に見えるぜ。何か起こるだろうね。誰かの肩が爆発するかもしれない。練習指示はね、まあぶっちゃけまだ出さなくていいかな。うん、今のまんまで OK でしょう。待てよ。うん、そうだね。そんな能力上がってないんで。ひどいやつばっかだよ。これで夏出てどうすんだ、大会出て何すんだ。恥さらすだけにしか思えないけどね。さて悪いこと。あー !DVD にいたずらな、DVD にいたずらってどういうことだよ。何してんだお前。何しようとした、バカじゃないの、もう出てけお前みたいなやつ。さて夏の公式戦来ましたよ。前評判いいの高校との対決になるんでね、1回戦目。まあ、十分に勝てる、レベルだと思うんでね。今日の注目選手、宮田。これは今ピーマン高校のキャプテンですから。まあ、3年生なんで負けたら即引退ということになるんだけどね。うわ、高井の調子が絶好調、心配になるな、これ。4番高井くん、あの子がいないとちょっとこの夏全然何もできないけどね、どうしたんだろう。DVD 痛めつけられたことが相当メンタルに来たらしいね。何見てたんだよ。ちゃんとした DVD 見てるよね。完全エロ DVD じゃないですか、あの傷つきようはね。お前、高井が絶不調なのはちょっとまずいぞ。さて、1回戦目。ワンアウトランナー、二塁、チャンスできたぞ。うん、ここは、まあ、最低進塁打の形だね。流し打ち。めっちゃいい打球も悪い。栄冠9は惜しいファールを連発するからね。連発しすぎだよ。基本チャンス、ピンチの時はこうやって普通のスピードで見ていきますので、そうじゃない時はね、スピードを早めて見ていきます。やー、三振。初回に点は入らずか。さてと、また攻撃。ツーアウト、ランナーなし。ここはやっぱ塁に出て4番の高井にチャンスで回すこと。この宮田もね、また、転生 OB ですからね。3番と4番が転生 OB なんだよ。ただどちらも3年生なんで、夏終えればすぐ引退というね。悲しいよ。まあ、これから転生 OB なんてやっていく中で新入部員としてたくさん入ってくると思うしね。ここも打てず。仕事できてねえな、3番4番がよ。しっかりしてくれよ、お前。ノーアウトランナー1塁2塁。このチャンス逃すわけないだろって。行くぞ。このチャンス絶対点を入れていかないと。ヒットが出やすくなる。ミート。アベレージ板ついた。これは最高だね。引っ張り引っ張り。カモン。もうバット振ればヒットだよ、これ。ちょっと待てよ。ノーノーノー。打法をね、ミート多用で、もう積極的に振りに行け。よし、これで OK。よしよし。積極性大事だから、もうミノさんするやつは即首だ。首だけにしてやる。それがピーマン高校のスタイルだからね。怖いことになるよ。誰も学校来なくなるね。頼むぞ。うわー、いけーいけーいけー、わーイエー、スリーランホームラン。ピーマン高校公式戦初の得点、スリーランでの得点だね。ほう、お前マジかよ。いや、ヒットを期待したんだけどね。予想をはるかに超えるホームランだ。最高じゃないですか。で、またチャンスできたよ。ワン、ツー、アウトランナー一塁二塁。で、宮で。トーコナー元気があれば何でもできる。ここでホームラン打つこともできる。強振対応で生き上がれ。ドカンと一発決めていきましょうよ。確か県大会はね、コールドゲームありますので、10点差くらいだ。17くらいでコールドゲームになるんじゃなかったかな。いや、公式戦初戦からコールドゲームってなったらね、かなり活気づくよ、うちのチームは。ほいパスボール、センキュー。下手だな。お粗末な野球しとるわ。横浜みたいな野球しとるね。数年前のね。あははははは。横浜だ。数年前の横浜の野球だ。また送球ミス。ミスしかしてねえ、このイニング。ひどいな、もうピッチャー変えろ。ピッチャー変えるというか、もう野手変えた方がいいと思うよ。おすすめするわ、もう。勝負ならへんで、こんなんね。
面白いくらいエラー連発してくれるね。まあ、点差が開いたらですね、もうチャンスでもピンチでももう速いスピードで見ていきますのでね、次の大会が控えてますので。まあ、もう5点差ですから2倍速で見ていってもいいかもしれない。もう見ていこうか。テンポよくいこう。まあ、いいでしょう。点差もある。あとは抑えるだけ。簡単な話だろ。お、ワンアウトランナー、一塁二塁。またチャンスを作ったか。トコン元気があればそう、パワーで押してホームランも打てるでしょう。やってけ、打ってけ。はい、どうだこの打球は、と一歩届かない。送球ひでえな相手の。めっちゃふんわりじゃねえかお前。どうしようかな。ここミート多用で、まあお任せしとこう。どのアイコンも弱すぎるね数字が。あー、三振。まあいいわ、次に残しとけ、そのやる気はね。おっと、今日初めてのピンチやってきたぞ。石黒頑張りどころだ、行こう。まあ、こういうのは臭いところに投げてゲッツーシフトにしておいて、引っ掛けさせてとか当てさせてのゲッツーだね。ちょっと待てよ、なんか怖いわ、やめとこう。内角中心。よし、追い込んだ。アイス。まあでも今のストレートはね、強いレベルの高校になると見逃してはくれないね。一発いかれるとこだよ。危ないとこだ、今の。相手が弱いから助けられた三振だよ。うわーお。ランナー満塁。ちょっとこのピンチ1倍速で見ていこう。通常スピードでね。外野前進、変化球中心で、闘魂気合を入れろ。低め中心でよろしく。抑えろよ、頑張りどころだ。ここで抑えるピッチャーを俺は求めてるんだ。ピンチで簡単に打たれるようなやつはいらん。うん、いいね。シンカー2球続けたからさ、これもあとストレート速球中心で OK だな。低め中心。おっと、この打球はライトオーバーじゃねえか、バカ野郎。ストレート狙われてたのか。俺のせいだね、今のは。まあまあ、まだ3点差あるんだ。2アウトだぜ。しっかりと抑えろ、ここは。いや、別に完封で行こうなんて別に思ってなかったからさ。本当だよ、嘘じゃないよ。全然思ってなかったから。どうした、ボールいらんぞ。ボール投げるイニングじゃねえぞ。もうグイグイ押してけ。よしよし、そうそうそう。あんた全力しか投げねえな。自分のスタミナ考えろよ。そんなスタミナある選手じゃねえぞ。もう投げるなよ。なんでタイミング絶対セーフなの投げるんだ。その上送球ミス。おい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 、お粗末な野球になってねえかこれよ。気がつけば2点差。何してんの、2アウトからよ。よよジジイよ、ふざけんなよお前。いきなり雷が落ちるか、1回戦目から。そんなわけねえだろお前。抑えてくれ、しっかりしろ。2アウトからちょこまかするんじゃねえ。俺の一番大嫌いな野球だ。早く終わらせ。なんで追い込んでんの、毎回打たれんだバカ野郎。ふざけんなよ。勝つ気あんのか、ねえだろ。ようやく終わったかな。しかしこの試合まだわからないね。確実に勝てた、勝てるという試合ではなくなったよ。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ。つかうえー、広角打法、これやばい。強振対応で流し打ちだ。逆方向とんでもない打球が出るよ。この広角打法は本当パワープロの中でもね、ナンバーワンと言ってもいいくらいに特殊能力としてはいいやつですから。まあ、このピーマンチャンネルでもマイライフの実況やってますけどね、広角打法がついた年からホームラン何十本も打てるようになったっていうのがあるんだよ。パワープロ2014のマイライフだったかな。この打球はあららら、ダメだね。追加点が欲しい。うわー、ノーアウトランナー一塁。ピンチ。石黒まだ行く？まあね、他のピッチャーがね、あまり頼りないとかあるからさ、これはまあスタミナ上げて、やべ、行ってこい。こんなクソメガネがマウンドに来てもスタミナ上がらねえ。むしろみんなのやる気がゼロになるわ。まあもうここはね、この試合は石黒で乗り切るしかないね。5点差のまんまだったら他のピッチャーも使ったんだけど、そうじゃないからね。2点差ですから、一発浴びれば同点という最悪な場面だからね。ここで能力のない選手を使うわけにはいかない。よし、ゲツ、取れるぞ。これゲツ取れないのはありえない。もう、そういうミスをなくしてけよ、もう、しょうもねえ野球をするんじゃねえ。何をエラーするとこがあるんだ。何を慌ててるんだ。教えてくれよ、俺によ。
投球追い込んだら、そう簡単にね。はいはい、もうこれはゲッツーだぞ。はい、オッケー。さっきできたろ、これね。まあいいや、もう。今やったから。で、最終回の攻撃ノーアウトランナー一塁、追加点が欲しい。ここは送りバントでしょうね。確実に1点取っていくこと。2点差より3点差だ。送りバント、送りバント。ほん。まあまあまあ。え？いっ、オッケー、オッケー、オッケー。ヒヤッとしたわ。で、宮で今日は何もしてないぞ。流し打ちだ。最悪進塁打でいけ。バットに当てりゃええんやで。あ、ゴロね。ライナーフライダメよ。ファール。まあまあまあ、それはちょっとかっこ悪いんで、しっかり打って。かっこよさまるでなかったよ、今の君には。うわー、もうこいつダメだな。全然打ちゃしねえ。何しに来たんだ、お前。お前も今日打ってねえんだよな。宮田、キャプテンのくせにノーヒット。もうキャプテンクビだね。チェンジアップ全くタイミングあってね、気持ちはわからんこともないけどね、俺も全然打てないからさ、共感できるよ。ただ俺の真似はしなくていいぞ、この場面で。しっかりと弾き返せ。チェンジアップまた押しばれ。こいつチェンジアップしか投げとらん。あー、どうだ、抜ける。イエス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 。最後までお粗末な野球だな、この野郎。ありがとうございます。なんなんだ今日の試合。もうレベル低すぎて勝っても嬉しくない試合だね。さて、高いパワーが持ち味の選手だ。一発打ってくれ。点差も3点差あるしね、もう十分でしょう。一発スタンドにぶち込んでくれてもええんやで。一回もバット振ってないけど、振れよ。振らないと許さんぞ。おー、いったな。いったいったいった。えへー、須田海のツーランホームラン。今日2本目だぜ。わーわーわー、素晴らしい。調子は悪くても打てる選手、それが天性 OB の高井くんだよ。さて、試合を決める一撃になったね。まだ打ってんの。もういいよ、今日十分だよ。もう余計なことすんな。もう通常スピードではなく速いスピードを見ていきましょう。もう試合は決まったわ。高井の一撃で試合は決まった。早く振れ、バット。オッケーオッケー、三振で十分だ。よっしゃ、行こう。最終回のマウンド。もう点差あるし、石黒くん交代させてね、2年生のピッチャーとか出していこうかな。森下くん、森下2年だったよな。合ってる。あ、1年か。2年同一だ。あー、いいのくんね。あ、森下で OK かな。もうこのマウンド頑張って抑えろ。頑張りなさい。簡単にいけるだろ。低め中心。はい、レッツゴー。いいぞ。あれれ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 、アウト。まあまあまあ。遠く飛ばされたけどアウトなんで関係ねえ。金井くんね、今日はよ、打率4割1分7厘と高いね、この人。最後落とせ、落とせ。よし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 。打たせて取るピッチングなんだけど、このチームでやるピッチングじゃないね。打たせて取ったらダメだ。打たせて取れないから。邪魔する奴がいる。最後熱血使おう。急速アップ。いいね。どこ行こうかな。インコース。ぐいぐい攻めたれ。最後、レベルの差を見せてやれよ。はい、オッケー。うわー、打たせて取っちゃダメだ。やっぱもう怖いわ、もう。勝ったけど、なんかもうレベル低すぎて。互いにその記録にならないエラー多すぎるでしょう。記録になるエラーも多かったけどね。これが県大会公式戦1回戦目のレベルですよ。見てくれ。まあ、2個しかね、やってないです。うちのチームにはエラーはなかったですけどね。まあ、それでも記録にならないエラーはかなりありましたからね。送球ミス。怖いね。これ上に上がればこんなミスやってたら即負けると思います。記念すべきピーマン高校初めての勝利となりましたね、公式戦。よかったよ。続いて2回戦目もやっていきましょう。何？タイピンチに E に下がった。なんでだ？なぜに？めっちゃいいピッチングしてたよね。下がる理由見つからないんだけど。バカじゃないの？わけわからん。高騰して下がるんか？やってられねえな。アイコン1しか来ないな。なんなんだ、さっきから。わけわからん。進路相談。大会中にやることじゃねえだろう。プロになれなかった時になりたい職業はあるか。まあ、多分なれないと思うんでね、この子。いや、ここは本屋さんですね。本屋さんはね、特殊能力のアイテム、本とかね、めっちゃ持ってきてくれるんで、こういうの増やした方がいいよ。パンとかね、どうでもいいんで、パンとか野菜とか興味ないんでね。あ、校長から贈り物。ストッ
ち。お前本当に祝ってるか。そんなもんどこでも買えるだろ。100均で100円で売ってんじゃねえか、そんな簡単な。まあいいでしょう、もらっておきましょう。グランドレベルが3上がりますからね。よっしゃ、続いていこう。2回戦目どこになるのかちょっとチェックしていかないとね。いきなり前評判 B とか来ねえだろうな。さっきの戦った高校が E でしたからね。同じくらいのレベルならばこの2回戦目も勝てるということになるかもしれないが、 D か、ちょっと上がったな、一つ上がったな。どうなるか、どうなるかもクソもねえな。やるしかねえんだから、どこと当たろうがやるしかねえんだよ。俺にはその選択肢しかねえんだよ。行こう。今日の注目選手は渡部、松浦、宮田。まあ今日も宮田選手ですね。こいつに注目していこう。でベストオーダー、高井の調子が相変わらず悪いのは悪いが、まあまあまあ、さっきは絶不調でもホームラン打ってくれた選手ですからね、関係ない。不調でもパワーはある。まあさっきは あの特殊能力使ったからね、まあ、そのせいもあってか打てたんだけどね。2アウトランナーなしで宮田の打席。おー、地方球場の魔物お前持っとんかい。わー、起きた、これありがとうございます。ただこのイニングで使うようなアイテムではないね。もう少し考えよう。チャンス、チャンスで試合終盤くらいで使うのがいいと思うわ。これ使うともう恐ろしいことになるからね。野球というスポーツがどれだけグダグダになるか、ただでさえグダグダなのをさらにグダグダになるからね。でこのピッチャーナックルボーラーかい。すげえな、高校球児でナックル投げるやつとか初めて見たわ。まあ打つんだけどね、落ちるね。イエース、高井の前にランナーを置いた。また送球ミス。何を焦ることがあるんだよお前。うわやばい、2点取られた、先制点の。オーマイガーオーマイガーオーマイガー。あー、もうこれ使おう使おう使おう。地方球場の魔物ここに現れ、相手の補給、そしてエラーがついたからね。もうただでさえレベルの低い高校がさらに守備の部分で低くなったわけだからさ、もうこれバット当てれば相手はエラーしてくれるわけ。もう全バッターミート対応で OK だわ。第2球投げた、もう、しっかりと見てけ、このナックルボーラーを打て。ナックルを打つんではなくてストレートを弾き返してやれ。お、スリーボール。別に補給とエラーついただけだからコントロール下がったわけじゃないんだけどね、なんかアバウトになってる。ここはさすが入れてくるか。第5球頼むぞ、塁に出ろ。なんだ、抜けなかったか。うわ、ほんで一人、あ、よかったよかった。ワンアウトランナー一塁二塁。このイニングまだあれ発動されてますからね。よっしゃ、行こう行こう行こう。ミート、アベリージータ、松浦、さっきホームラン打った選手だね。ここはミート対応で引っ張り、頼むぞ。追いつかないとこのイニング、地方球場の魔物は1イニング限定ですからね。他の選手は多分持ってないと思うんで。おい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 、すかぶるなよ、すかぶっちゃダメなんだぞ。バットに当てないとこの場面。もうなんでだよ、美濃さんとかありえねえマジで。一番ダメなことすんじゃねえよ、アベレージいった持ってんだからよ。頼む、このイニング点取らんと今日ほんと勝ち目ないぞ。しっかりしておくれ。あそこで美濃さんする神経が俺にはわからない。どんな生き方してきたんだろう。いや、なんで見逃す、めっちゃ甘いやん。それ打てなかったらもう野球やめた方がいいと思うよ。なぜこの舞台に立ってる。やめろ、お前ら全員やめろ、もうええわ。お前ら出てけ、もうええから。他のやつらと一緒に甲子園行くわ。お前らと甲子園行って、甲子園まず行けねえし、行ったところで何もすることねえよ。観戦しに行くのかな。そうでしょうね。わざわざ四国から遠いね、大阪関西まで行くわけねえだろ、めんどくせえ。これはひどい、ナックルボーラーに完璧に抑えられてるね。初めての敗北がナックルボーラーに敗北するという、なかなかない敗北の味だよ。あー、ファールだ。ダメだね、ナックル全然打ててない。話にならないよこんなんじゃ。うわ、ワンアウトランナー一塁三塁、追加点のピンチだよ。見せてやれ、これ以上の失点はまずい。お前石黒負ければお前の夏は終了し、ピーマン高校としてのお前の物語も終わりだ。それは3年生全てに言えることだね。第3球を投げた、空振り。いいぞ、三振が欲しいな。当てれば1点の場面でもあるから。ああ、4失点。
もう無理ですね。勝利の日は今消えました。こいつに消されました。ギャントで来るか。お、ゲツゲツゲツ。エス。うえー、そこは取れないけど、まあ相手のバント失敗に助けられたね。あの場面でバントしてくるんだね、勝ってんのに。点差もあるのに。わけわからん。自由に打たした方が絶対良かったと思う。俺ならそんな野球はしないね。そんなレベルの低い野球はしないよ。って負けてるチームが言ってんだぜ。すげえ惨めだろ。どんなエラー？ボールを蹴ったのかな？あいつ一人サッカーしてたね。あれグローブに弾いた勢いで飛ぶレベルじゃないでしょ。あれボール蹴った勢いでしょ、確実にね。何してんの？グランドでサッカーするのやめて。野球球場ですよ、ここはね。サッカースタジアムでやりなさいよ。お前入る部活間違ってるぜ。あいつ何してんだ？あいつ何しに野球部入った？野球ボール蹴りたくなったんでしょうね、多分急に試合中に。前々から多分そういうなんか衝動に駆られてたんだと思うよ、彼はね。で、ついに我慢しきれずここで打っちゃったんだ。あ、そう。どうでもええわ。負けじゃ。もうちょっとスピード上げて見ていきましょう。点差も5点空いてるんでね。奇跡を起こせなんて無理だな。また守備だ。森下、石黒は降りたね。押さえてこうぜ。いいぞ。よし、いい守備。はい。やる気なくなるわ、本当に。やべ、野球というスポーツが大嫌いになりそうだ。ひどすぎて。もうこれあかんで、これあかん、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 あかん。もう崩壊しとる、守備崩壊。こんなのは野球じゃない。終わりだ。もう終了だ。すげえわ。ここまでちょっと守備で乱れたことは俺の栄冠ラインでは今までなかったね。初めてだよ、こんなのは。何やってもダメだ。全部イージーなやつをね、弾いてる。なぜそれやるっていうのをね。さて、攻撃できたぜ。このまま終わるのか、それとも何か、ね、意地を見せるのか。意地ってなんだろう。ま、速いスピードで見ていきましょう。ど真ん中見逃してんだもんね。はい、ケツだ。はーん、終わり。なんだこのチーム。もう守備プレイするいいだろ、点差もあるんだからよ。わけわからん、注目選手でもないの、なんでノーアウトからプレイすることになるんだ。え、全イニングプレイこれ。ちょっと待てよ、なんだよそれ。こんなの栄冠ないんじゃないだろう。この前までなかった要素だと思うけど。勝ってる場面だとね、結構守備で来るけど、負けてて、6点差もあってノーアウトランナーなしから1イニング全部抑えるなんて今までの栄冠ないなかったぞ。アップデート入って前とはちょっと変わったのかもしれないね。これ初めてだ、こんなケースは。で、試合が決まれば抑えるというね、クソみたいなピッチャーだよ。敗戦処理でしか使えねえ、お前みたいなやつ。さてと、奇跡は起こらないと思うが起こせるか。まず一人塁に出ること、うん、出れないね。おっと、送球ミスで出れたね。さてと、このエラーからピーマン高校の物語が始まると思うんだよね。きっかけにしたいよ。超ファイトだ、やる気を出せ。高い、いやもう高いの場合強振対応で OK だな。お任せでいくよ。一発打ってくれ。お前のホームランから始まるんや。一発出れば4点差、ほんでノーアウトですからね。勢いはつくと思う。結構うちのチーム爆発力は秘めてるからね。さっきの試合もね、誰かが打てばきっかけにそれから打ち始めたからさ。ど真ん中見逃すくせにその球振りに行くのか、わけわからんな。来たかもしれない、来たかもしれない、来たかもしれない。フェンス直撃、いや十分十分十分。ナイスヒット、高いのヒットでノーアウトランナー一塁三塁。よっしゃ、ホームランではないが、いいぞ。威圧威圧威圧、敵を威圧していけ。いいぞ、カモン。これは始まるかもしれんな、奇跡の物語がね。6点差をひっくり返すドラマだよ。ナックルは最後まで打てそうないな。よし、スリーワン。見てけよ見てけよ、しっかりと見てけ。必要のないボールは振るな。
あー、ナックル当てて、どうだ、落ちないね。ワンアウト。犠牲フライでも無理だ。今のは帰れない。慎重打法でミート対応。ちょっと見ていこうか。相手のコントロールも定まってない。え、積極じゃん。お前何してる？監督の指示すらも無視するか。やめちまえ、お前みたいなやつ。どうせ負ければやめるわ。こいつ3年だから。やめろ。二度と来るな、野球部に。関わるな、今後。お前だけ別のバスで帰れ。帰りはね。タクシーで帰れ、お前だけ。もちろん金は自分で払えよ。はい、ありがとう。月終了です。ピーマン高校の夏1年前早くも終了だ。 6-0 圧倒的な差を見せつけられたね。何もできなかったよ。完封負けだ。ナックルボーラーの前に何もできず、そしてうちのチームにね、グラウンドでこの野球球場でサッカーするやつまで現れる。とんでもないグダグダな展開で最後終えたよ。ありえねえ。もうどっか行ってくれ。引退だ。早くやめろ、やめろ。3年どうでもいい。消え失せろ。こんなもんアレンジチームとしてセーブしますか。アホか。どう残してどうすんだよ。サッカーチームだろ、こんな。野球じゃねえよ。うん。はい、次期キャプテン、誰にしようかな。まともなやつ一人もいないけどね。まあ、能力的にこの宮で組んでいいんじゃないですか。うん。はい、オッケー。育成方針ね。いや、もうあんな試合見せつけられたら、これ間違いなく守備でしょ。うん、機動力重視じゃない。いやいや、もう守備投手力重視タイプだよ。こんなもうあんな試合二度とやるか、お前。負けるにしても内容がひどすぎた。これだよ、本当に。二度と球場でサッカーをしない、そんな選手を作っていこう。サッカーする選手作っちゃダメだよ、ほんと。まあ、でも一回戦勝てたんでいいんじゃないかというわけないだろ、バカ野郎。なんでそんなこと言わねえとダメなんだ、お前。アホか。負けとんねん。あー、悔しすぎるね。でも大丈夫。まあ、そうだよね。一年目ですから。ありがとう、マネージャー。めっちゃ励ましてくれる。みんなが野球上手くなりますように。甲子園もう出れねえよ、お前。神様でもそんなできるか、負けた高校を甲子園に行かせるっていうね。何かしてほしいこと？練習機材の手入れ、お願いします。ウェイス、マネージャーありがたいわ。マネージャーだけが優秀なんだよ。うん、試合での指示は成功失敗関係なく、船長の選手に影響します。あ、そう。うん。まあ、そういうことだよね。だからパワーのある選手は、強振対応で行った方がいいし、ミート上げたいならミートの重視でね、ミート対応で行った方がいいんだよ。さすがにね、みんなも練習頑張ってるね。そらあんな負け方したんだからね、やってくれないと。こんな負け方するんか。まあ、しゃあない。まだ秋の大会が残ってますからね、そこで実力発揮といきましょう。3年生がいなくなったので、かなり弱体化すると思う。1回戦も勝てないかもしれない。とりあえず、今回の実況は秋の大会前までプレイしていきますので、休め、もう。休め。休んだらあんなエラーしなくなるのか？多分すると思う。さらにするようになると思うけどね。食事会だ。みんなを励まそう。このゴミのようなお前たちを励ましてやるよ、俺がよ。パクパク食いやがって。何食うことがあるんだよ。やっぱ守備大事だな。うん、先の試合やって、守備の大切さというものを俺は知ったよ。守備がクソだとああいうことになるんだね。で、エラーすると打撃の方にもこうやって悪い流れが、リズムが来るわけですから。まあ、完封負けしたんだよ。あ、合宿見えてますな。合宿では特殊能力をたくさんつけれるわけですから、ここでうちのチームをさらに強化できる。マネージャーサッカー頑張りすぎだろ。え、何？ビリッと破れた音が聞こえた。マネージャーやるのはいいけど、それはやめようよ、ほんと。普通にかわいそうだわ。こういうこともあるからね、マネージャーも結構ミスするな。え、またやるの？さっきビリッと破いたよね。あ、やっちゃった。やりすぎだろ、お前。確信犯じゃねえか、お前。やめてくれ、練習効率下がりまくりじゃねえか、もう。なんだよ、このマネージャー。確実にエラーしたこと根に持ってんじゃないですか。それは切れる気持ちはわからんこともないけどね。俺も切れたいよ。でもそういうちょっとね、やめよう？いじめじゃん。やぶきすぎだろ。あ、やっちゃったじゃないよ。リアクション。一回目はやっちゃったじゃいいかもしれないけどね。二回目さすがにやっちゃったじゃダメでしょ。監督の雷落ちるよ、これね。可愛いからって何でもしていいわけじゃないからね。まずいな。うちのキャプテンの練習効率サッカー下げられまくりだ。機材お楽しみ交換券。イエース、校長がまたアイテムくれたよ。不甲斐なさすぎてちょっと気を使ってくれたんだね。ありがとう、校長。さて何が手に入る？ベンチプレス。よし、これでパワーを上げて、超、強打者、たくさん作っていきましょう。
の前にまずは守備だけどね。守備投手力だ。投手もひどいんでね、石黒がいなくなったことによって、ピッチャーで使えるやつなんてまともいねえよ。さて今日全部外野手か。なら、じゃない、野手だね。うん、まあ、ペッパーでいいんじゃないですか。これで守備職人つけ、どうだ。つけ、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 つけ。いや、もうお前らに一番必要な能力だろ。つけ、覚えろよ、空気読めよ。なんで覚えようとしねえんだ。さて次、何がいいだろうな。座禅。これでいいんじゃない？つけよ、なんかつけよ。おー、チャンスし、宮で。おー、逆丸、いいね、二ついた。おー、イエス。おー、調子安定、野手もついたよ。ただ、森下ってピッチャーだよな。野手関係ねえ。なんでだ？わけわからん。あー、どうしよう、これキャッチャー覚えさせたいんだけど、他のやつ何もないのか。まあいいや、ここキャッチャー覚えてくる。どうだ？あー、そんな簡単につかないよね。どうでもいい、お前の誕生日とか知らん。今お前合宿で特殊能力を覚えることだけ、それを覚えてくれ、頼むから。守備連携。守備系の特殊能力たくさんつける。おいっす、岡野が守備職人。いいぞ。その他はつかねえな。なかなかつかない。信頼度が高ければもう少しつくのかもしれないけどね。ストレッチでいいわ、最後。大して収穫のない、プラスのない合宿になったな。宮で、誰でもいいわ、これ宮ででいいんじゃない？プロにちょっぴり近づいた。今のレベルじゃプロ行っても何するんだお前。ボール拾いしかできんぞ。アルバイトだ、プロのね。で、どうしよう。練習、回復マスに泊まろうか。さて、8月突入。しかし、我々には関係のない話だね。甲子園に出てれば、この8月も楽しくプレイできたんだけど。E のスタミナがだいぶ上がってきたな。E の42か。ここからはじゃあ変化球を鍛えて、いやまだスタミナ、まあもうでもスタミナいいでしょう。何か変化球を覚えようか。下に落ちる変化球、よし。やっぱ下に落ちる変化球基本必要なんでね。その他の選手はまだスタミナアップ、1年生特に低すぎるんでね。大串こいつね、どうしようかな。こいつクローザーとして育てていこうかな。やっぱね、9回締めるピッチャー必要なんで、みんながみんなスタミナ多い選手は作らなくていいからね。やっぱこいつクローザーピッチャーとして育てるわ。なのでちょっと急速アップしていきましょう。で、岡野、こいつが守備職人ついたんだよな。今補給アップしてる。結構ついてきたな。なら次肩力鍛えていこう。んで、菅原、こいつもキャッチャーで、いい感じでミート上がってきてるね。よし。で、米山パワーアップしてるが全然アップしてないぞ、これ。で、寺田2年生守備力上がってきたな。ここから打率を、打撃を上げていこう。ミートだね。みんな弾道1なんでね。あ、宮出が3あるのか。これが天性 OB だね。はいはいはい。で、今キャプテンですから。まあ、ちょっと補給もう少し上げよう。で、こいつ渡部。補給もだいぶ上がってきたんで、やっぱサードですからパワーのある選手にしていきたい。の前にまず弾道アップだね。ちょっと1ばかりで悲しい。ほんで守備力。おー、ショートの選手だいぶ上がった。じゃあ次は補給アップといこう。で、樋口だったかな、こいつ。守備力も、だいぶ上がってきてるね。次、肩力がなさすぎる。で、矢部、ミートは 2F の24。まあ、こいつそもそも G でしたからね。G の10だったから、かなり上がってるよ、ここ。数ヶ月でね。ただ、まだ上げていこうか。こんな感じで OK でしょ。全然みんな能力上がってる感じはしないけどね。ピッチャーがひどいね。こんな3人で秋の大会出て何するんだよ。辞退することとかできないの？さしてほしいんだけど。出て何もすることないわ、本当に。スケジュール見直しか。練習試合とかプレイできたらいいんだけどね。やっぱ実戦でやることによって、能力は上がりやすくなるからね。練習試合アイコンとか来ねえかな。弱小なんで4個しかないからね。なかなか来ないよね。あー、やっぱ来なかったか。練習試合やって実戦で経験を積んで、強くなってほしいんだけど。あ、特殊能力マスが見えてるぞ。いいね。お、補給に、あ、やっぱ守備力重視したからね。一気に上がるな。補給にか。そんな感じで上がっていって。練習休み、休んでばっかだな。どうしようかな、これ。4マス進もうか。あのうまく特殊能力のとこに行かないとダメだし、OB もいるからね。パン屋 OB これめっちゃ来てんじゃないですか。どうしたんだ。売れ残ったパン持ってきてるんだろうね。売れ残りすぎだろ、お前。大丈夫か？経済的に大丈夫かな？潰れてるんじゃない？来年には。テンション下がるなよ、お前。お前らのユニフォームを破く悪魔だぞ。なんでテンション下がる？調教されとるやんけ。絶対下がらないわ、俺。ユニフォーム破く女肩もみされてね。羨ましいと思わねえよ。
練習中持ち込み来た。あー、ただ待てよ、特殊能力マスあるからね。ちょっと待て、まずあそこを踏んでからだね。練習試合はやっていくけども、まずはまずはまずはこれだ。はい、パンくれ、パン、イエス。ほんでアイコンは、あー、ちょっと待てよ、2来てほしいな。2、特殊能力マスうまく止まれんぞこれ。2来い、もしくは1来い、1でもいい。テンション上がった次はテンション上がるんだね。やべえ、なんでテンション上がったよ。お前は上がらなくていいよ。よっしゃ、2来た。センキューベリーマッチ。特殊能力マス、レッツゴー。うん。今から特訓を行う。誰にしようか。岡野、菅原、大串。これはクローザーの大串につけたらいいんじゃないかな。いやー、やっぱキャッチャーか。まあ、1年だね、どうせつけるんだったら。まあ、これね、菅原結構特殊能力持ってるんで、こっちだな、大串。何しようかな。打たれ強さ。打たれ強さかな。うん、どうだ。あー、ダメか。信頼度、そうだよな、試合で全然使ってないんだからね。高くはないよね。練習試合申し込み、どこにしようか。いや、もうそこそこでしょ。なるべく同じレベルとやって、まずは経験、そして勝つこと。うん、トゥルトゥトゥトゥ。よっしゃ、土曜日だね、やっていきましょう練習試合で。ここで勝ってチームの勢いを上げる。練習試合すら負けたらもうやめる、この栄冠ナイン自体を。セーブデータ消す、もう一回最初から始めるっていう感じ。来たよ。今日の注目選手はね、米山宮で、キャプテンの宮でで OK でしょう。で、まあ練習試合も基本速いスピードで見ていきますのでね。うん、この試合勝つことはできるか。練習試合はこれで2度目。1試合目は前回プレイしたんだけど、勝ってるからね。ノーアウトランナーなし。さて、宮で、お前はチームのキャプテンだからな。一発狙いのバッティングでもいいんじゃねえか。見せてくれよ。この速いスピードで見ていきますので。全然合ってね。おえーす、いきなり期待に応えるか、お前。最高なキャプテンだね。ホームラン。ただ、チームは負けてる。やっぱ投手力は、弱いな、うちのチームね。闘魂パワー上げてけ。まだ一発頼むで、あんた。引っ張りだ。プルヒッターついてるんだ。引っ張れ、引っ張れ。頼むぞ。あー、タイミング合わず三振。うわ、2アウトランナー一塁三塁だ。頑張ろう、森下くん。緩急重視。やっぱ投手力弱点すぎるよな。あんな投手たちでどうやって、ほんと勝っていけばいいんだろう。うわ、またピンチだ。次、ワンアウトかい。伝令。投手能力を上げます。よし。で、熱血。緩急重視。イエス。お、ゲツゲツゲツ。エラーはなしよ。もう、ほう、言ってるそばから、まあ、アウトだから、いいんだけどね、じゃねえだろ、お前。ファーストへの送球、お前、何回クソみたいなプレイしてんだよ。そしてまたこのピンチかい。もうダメだな、このチーム。終わったわ。練習試合すら勝てねえ。あ、うまく打たれて。打球の追い方も下手。これをシングルで抑えられない。いや、そもそもね、後ろに反らす。おかしいだろ、お前。もう終わったわ。もう全然打撃で来てくれねえ。なんか栄冠ないよ。おかしいぞ。打撃で来いよ。さっきから守備しかしてねえよ。打てないからピーチャンスで来ないんだと思うけどね。ピッチャー変えていきましょう。もうボロボロだ。同じレベルの高校にも勝てなくなったよ。エラーするわ。ピッチャー打たれるわ。ああ、もう早く終わってくれ。点差が開いたらもうプレイしなくていいだろ。何に点差開いてもまだプレイヤーにプレイさすんだよ。プレイしてないけどね。指示しか出してね。自分にやらしてほしいわ。 すげえ今ストレス溜めてる。早く終われや。ようやくワンアウトだぜ。遅すぎるよ。早く終わってくれ。もう点差空いてんだから、なんでこんな守備プレイしなきゃダメなんだよ。空気読んでくれてるね、ありがとう。それをさっきやってほしかったよ。こんな点差空いたら野球は面白くないよ。もう、なんでだよ、もう。まず、これを飛びつかなきゃ取れない時点でレベルが低い。やめれば。やめちゃえよ。なんで野球やってんの。なんで野球やろうと思ったの。教えてほしいわ。
才能ないやつはするなって、そういうスポーツだからね。やめた方がいい、現実を知れ、いい加減に。さて宮で今日3度目の攻撃、もういいんじゃない、一発狙いで。一発出たし、どうせこの後のピッチャーも打たれると思うんでね、ここで点取っても無意味だよ。ミノさん、バット振りもしねえ。何こいつ、バット振らないやつって何なの、何しにバット持って打席入ってんの。木の棒持って入れよ、もうコンボを持って入れ、そっちの方がまだなんかできると思うわ。こんなここで打ってももうしゃあない、ピッチャーがクソしか残ってないんだから。まあでも意地は見せたいよね、クソみたいな意地をね。パッ、終わった。あはは、なんでセカンド送球、もう全体的にレベル低いわ。もう真面目にやろうよ、本当に面白みのかけらもねえな、頼むから真面目にやってくれ。さっきからもう勝つとしても相手のエラー多くて勝ったりとかね、負けるにしてもこっちのクソみたいなエラー連発で負けたり、見ててイライラするよ、お前、これ。まだ優しい監督だからね、俺だからいいけどさ、お前。通常の野球部の顧問だったら、ほんと平手打ちじゃ済まないよ、こんなボロボロエラーしてたら。フルボッコンされるよ、マジで。傷害事件に発展するかもしれない。そんなレベルでボコボコンされるね、これだけエラーしてたら。どうだ。アイス、アウト。まあ、奇跡は起きないね。ほらね、すぐ捕まる。分かってたよ。もう頼むから守備なしにしてくれ、もう。楽しくねえんだ、栄冠ナインの守備は。ほら、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 ほら。いや、もうここも速いスピードでもうしてくれよ、サクスペみたいによ。あ、もうこっから早送りだね。はい、ここで。よし、空気読んでくれた三振ありがとう。よし、ホームアウトで2アウト。ただこれ9回も抑えないとダメなのかと考えるとすげえもうやる気なくなる、憂鬱だわ。牽制とか必要ねえ、点差考えろ、しょうもねえ。何一丁前に牽制してんだよ。ストライクゾーンに球投げろ、それより。バカじゃないの、その結果打たれるんかい。アホしかいねえ、うちの野球部。ほんでまたさらにピンチを招いてるというね。お前しかいないんだからお前が投げなきゃダメなんだぞ。やってくれよ、お前。そもそもピッチャーが3人しかいないチームってどういうことだよ。肩すきねえだろ、1年目からよ。クソみたいな野手より、もっとピッチャーを用意してくれよ。もうコールドゲームでいいんだけどね、早く終わってほしいわ、この練習試合。やればやるほどイライラする。真面目にやれよ、お前らも。敵チームも真面目にやれよ、お前。誰一人として真面目じゃねえよ。不真面目な野郎ばかりだ。青矢部、いい打球。ただ、この矢部、左なのか、右に変えないとね。矢部といえば右ですから。まあ、左の方が内野安打が増えるからさ。矢部タイプを育てるんだったら、こっちの方がいいかもしれないけどね。あ、ゲームセット。あ、コールドゲームだね。7点差いたらコールドになるんだ。はい、終わりです。練習試合、フルボッコン。何も思わねえ。これだけフルボッコンされると何も思わんよ。ピッチャーがクソすぎてマジで野球になんねえ。まともなピッチャーくれ。まだはもうね、秋の大会までプレイするだけですから。お、数日間特訓行うことになった。お、本屋で。え、何？代金後でいただきますね。あ、そう。スケジュール。ああ、はいはいはい。この本くれた。センキュー。これはやばい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 。曲げたことをきっかけにこの特殊能力マスが一気に増えたね。特訓ってこういうことか。誰につけようかな。これはね、ミヤで。天性 OB のミヤで。こいつでいいんじゃないか？うん。アベレージヒッターとか多分つかないね。信頼度高くないんで。ハイボールヒッターどうだ？よいー、すみやでくん、ありがとう。ハイボールヒッターつきましたよ。さすが。まあ、結構使ってますからね、この選手。んで、アイコン数字1のやつがよく来る。いや、これ全部4マス踏んでいかないとね。かまかまかま、次は誰だ。どうしようかな、これ。まあ、1年につけるのがいいと思う。樋口。出た。ファーストでレーザービーム持ちのやつ。謎の野郎。パワーヒッター持っとんのかよ、お前。マジで、寺田。おわっと、こいつパワータイプで育てていかないとね。気づかなかったわ。こいつちょっとつけよう。固め打ちどうだ？固め打ちは結構つけやすい能力だからね。おいーす！ 2 回連続素晴らしいぞ。お前たちは優秀だ。さすがパワーヒッター持ってるだけあるよ。意外な選手がいたね。
気づかなかった、こいつがパワーヒッター持ってたことに。よし、どうしよう。いや、もうこれ森下だね。1年の森下。何をつける？どうしようかな。バント勝利、そんなのはいらない。対ピンチプラス1でいいや。頼むぞ。ウェイス3回連続。お前やべえな、マジで。さっきからね、対ピンチ D になったよ。宿題に追われてる。知らんがな、そんなん。やっとけよ、お前。野球に集中できる環境を自分らで作れよ、お前。最後まで貯めるんじゃねえ。そやついるよね。俺ですよ。俺がそういうタイプなんでね。うん。こいつにつけていこう。大口くん。ジャイロボールつけようか。どうだ、ジャイロボーラー。いけるか。こいつ左ですからね。シゲのゴロになるよ。あー、もうさすがに無理だね。こいつさっきから全然覚えようとしてない。まずそもそも覚えようとしてないよね、こいつ。オッケーオッケーオッケー。黒字にするためにはチームを競合までしていかないとダメですからね。まあ、黒字になればですね、強い選手が作れるようになるんですけど。あ、いいのがフォーク覚えたね。よっしゃ。黒字にできれば競合になれば二刀流プレイヤーとかも今後作っていきたいね。まあ、それまでは二刀流プレイヤー作ったとしても本当どっちにしても中途半端な選手しか作れないんでね、今のレベルだと。まあ、まだ作りませんけど。OB めっちゃ来とるね。暇なのか、お前。学校に来まくりじゃねえか。2日連続できてるよ。さて、8月はもう終了ということになるかな。はい、9月突入だ。早いもんだね。さて、9月に秋の大会がありますから。出たとこで何するのか俺には分かんないけどね。さて、森下フォークを覚えた。いいぞ。うん。スタミナやっぱ上げていこうかな。このピッチャーにはスタミナ持ってもらわないと。おー、森下結構スタミナ一気に上がってるね。素晴らしいぞ。森下、球速上げていこうか、次。うん、ちょっと球速低すぎるわ。よし。で、大串は今、球速130までいったね。もっともっと上げようかな。うん。で、いや、その前にまず変化球だな。やっぱ変化球一つ覚えたいわ。スライダー変化量4は素晴らしいけど、それだけだからね。こいつも落ちる球を覚えさせましょう。で、岡の肩力。まあ、このまま引き続き。で、ミートアップ。おお、ミートもだいぶ上がってきたね。いいぞ。じゃあどうしよう、次。やっぱこいつも弾道上げていこうかな。で、米山、パワーアップ。うん、いいに来たね。こいつも弾道上げよう。で、寺田、こいつがパワーヒッター持ってんのよな。ふう、いいね。パワーだよ、こいつも。こいつ、うん、パワーだね。で、渡部。あ、弾道上がってるね。1から2になってな。なら、どうしよう。まずパワーから上げていこうかな。藤村、ショートの選手。補給は E の40到達。なら次、肩力だ。で、ミヤでも補給。うん、だいぶ上がってきた。もう、これ、あれだね。ミートとか上げていっていいね。樋口、肩力、お前も引き続き。お前も引き続き、ミートアップしろ。この下の外野手がひどすぎる。何もしてねえよ。練習してんのかっていうくらい全然上がってないけどね。トゥントゥントゥン。トゥン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 。トゥン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 。トゥン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 。ええかんないわ。BGM も心地いいね。うん。誰おすすめしろ。誰もいないんだけども、やべでいいんじゃね。このクソメガネを。上がるか？上がるか？見た目からして上がらない。見た目が不潔なんでね。上がらないと思うけど。見る目ないね、お前結構。来なくていいよ、もうそんなやつ。あ、公式戦が見えてますね。ほんとさっきから言ってる通り、出て何するのかわからない、秋の公式戦。意味ないと思うけどね。まあでも、頑張ろう。マジで出て何するのかわかんないけどね。また肩もみ。俺のこと好きなのか？うわ、またテンション下がったよ。もうマネージャーやめてくれ。大体わかるだろう。あんた分かってしてるよな。さっきからこのマネージャーチームにマイナス出来事しか持ってこないんだけど。さて、秋の県大会の抽選会。どうだ？八幡浜西高校。うわ、はい、終わったー。前評判、もう無理だね。強豪じゃねえか、お前。甲子園に行くレベルのとこの、レベルだよ、これ。無理だ、無理だ、無理だ。終わった、終わった。甲子園レベルのやつといきなり公式戦で当たる。もうフルボッコじゃないですか。一回コールド間違いなしといった感じだね。やる気なくなりました。次回は鼻くそほじりながらやっていこうと思うよ。真面目にやってもバカらしいわ。何もすることないんでね。いきなり前評判 A はないだろ、こうね。ほんと秋の公式戦はね、一回戦目から強いチームとなんか当たりがちなんだよね。夏はそんなことないんだけど。まあ、運によって変わるけどね。俺の運が悪すぎたんだろう。はぁ、あ、本当に出る意味のない大会になってしまったな。オーダー設定。もうどんなオーダーでも負け確定なんでね。ミヤデを3番で、そして、パワーヒッターのテラヒ、あ、こいつはでもダメだな。どうしようかな。米山、やべ。
まあ、どのベストオーダーでももう変わりないね。これで OK でしょう。うん。はい。じゃあ今回の実況は長くなりましたけども、これにて終わりにしたいと思います。次回の実況は秋の公式戦をプレイしていきますのでね、次回また楽しい実況にはならないと思うけど、見てくださると嬉しいです。グググググ、バイ、またおう。